プラザハウスショッピングセンター1955年頃のプラザハウスショッピングセンター地図プラザハウスショッピングセンターは沖縄県沖縄市久保田にある複合型ショッピングセンター国道330号沿いにあり米国市政課から数えると事実上の日本で最古のショッピングセンターとされている運営管理会社にあたる株式会社プラザハウスは施設の管理 各店舗の営業に当たっていた関連三社を統合して1997年に設立された。同社は県内にファストフードチェーン展開を行う A&W 沖縄株式会社を関連会社に持つ。1954年7月4日、アメリカ合衆国独立記念日に沖縄に在住する米軍関係者やその家族の生活を充足させる商業施設として アメリカ統治下の小雑誌に開店した。ライカムと通称された金傍の地域には、米軍の司令部があった。当時は主に在中米軍やその家族を対象としていたため、今なお、アメリカ的雰囲気が、色濃い異国情緒あふれるショッピングセンターとなっている。後に、地元住民にも解放されるようになった。1972年の復帰とともに観光もし税、承認店に指定され、 2002年の制度廃止まで一種の免税店としての役割を果たした。ありがとうございます。